はい、どうも、三つはブートキャンプの道です。今日はですね、はい、えー、今大人気でございます。はい、前回、えー、紹介しました、このゴールゼロの、はい、えー、このゴールゼロ、A、フラッシュライトマイクロ、ライトハウスマイクロの方にですね、あの取り付けることができます。この、 インアバンスさんから出てますゼロキャップこちらの方をご紹介したいと思いますはいなんとこのゼロキャップ下の方こちらがですねあのマジック,、えー、マ,ジックマグネットですねこれねえマジックじゃねえよマグネットになってましてえこれでいろんなところにねあのつけたり すするることができるんできんまあ、ネジ山ねあの三脚につけたりとかもできますし、はいあのゴールゼロをですね、またさらに使いやすくするアイテムになっております。はい、えー、こちらですね。はい、今はあの、の皆さんこの持ってらっしゃいます、このスノーピークのですね、あのシェルコンなんか、ね、あると思うんですけれども、はいこのシェルコンなんかにね、もうこうやって。 ペタって取り付けたりとかすることもできますし、はいえー、三脚なんかにもね、付けたりとかするようなことができるようになってます。はい、このさらにこの、えー、ゴールゼロのフラッシュライトマイクロがですねあの、使いやすくなるためのアイテムになっております。ここからね、USB が付いてる方向にこちら取り付けて、えーあの、使っていくようなことになるんですけれども、あのーあ、この、なんでしょうあの、切り込みが入ってるところ に、この、合わせて、えー、ーゴールゼロのね、これを、はい、入れていくっていうような形らしいんですけれどもね。はい。ちょっと、一旦やってみましょうかね。なんか、ここら辺ですかね。少しちょっと、ブリッとは、は、入りやすそうな感じ。おパコッと結構。あ、意外と簡単に入りましたね。はい。はい。うん。こういう感じで。もういいですね。はい。 こうやっっててペタすすごいでよはいこうやってライトをこうやって,、えーやってえー、さらに使いやすくなりますねはい優れものうんすごいはいあのー、車のトランクなんかにもねあのー、つけた とかししてあの片付けしやすくなったりとかできたりりととかかでできすすするんですよねごい。でですすすねねいいいいはごこのね、ゴールゼロだけでも、あのー、すごくすごく優れものですけど、さらにこの使いやすくなる、インアバンスさんから出てます、このゼロキャップですね。すごいですね。最近流行ってますよね。すごい。この三脚につけたりとかってするのってすごい流行ってますよね。はい。あのー、三脚ネジっていうのあのー。 あ三脚ネジ用と M8 ネジ用とあ,のあるんですけどこちら三脚ネジ用になってますねあの三脚に取り付けれるようにはいそうですよね皆さんあのインスタ撮影とかであの三脚カメラ持ってったりとかあの星空撮影とかで結構意外とあの三脚カメラ持ってったりとかすること多いんですけど最近この三脚を使ってねあのこの三脚に取り付けられたりとかね するような、えー、アイはムってますねすごい。はい。こうやって、えー、三脚にもつけることができるという優れものアイテムでございます。はい。はい、いいですね。はい。バッチリでございます。はい。なかなか、えー、今、えー インスタとかでも大人気でございます。インアバンスさんから出てますゼロキャップですね。はい。えー、取り外しとかはどうなのかな。どうやってこう、ぐ、う、っ、ん、てこう、そのままこう引っ張ったらこう、あんまり離れないみたいな感じなんですけれども、どうやって取り出せるのかな、これか、ね。ぐ、う、っ、ん、と、お意外と外しもそんなにあれじゃないですね。この 爪に合わせてうん押し込んでしまうっていう感じですかねうん意外と硬いのかな合わせてあ簡単にこうペコっとはまりますねはいもう取るのも意外とこうポコって取り外しも意外と自由にはいつけれる感じではい この、ね、ゴールゼロライトハウスマイクロ、えー、フラッシュライトこっちがすごくさらにあの使い勝手が良くなるアイテムでございますはいえー、ですねはい皆さんも、えー、使ってみてはいかがでしょうかはいそれではコロナ自粛の中あのお部屋で楽しむことを、えー、なかなかキャンプに行くことができませんけれどもはい あのキャンプ気分お部屋でもね楽しむことができるんじゃないかなと思いますはい今後も今日はこのインアバンスさんから出てます「ゴールゼロ」ねゼロキャップをお伝えいたしましたはいみんなでコロナを乗り越えて頑張っていきましょうはい三ツ矢ブートキャンプでしたありがとうございます